いや、久々に名刺入れを新調したいなー。まあ、一度買ったら名刺入れってそれなりに長く使うから安いものをちゃちゃっと揃えるんじゃなくてできれば自分自身が使っていて満足できるものだとかあとは他人から見られた時にも恥ずかしくないような名刺入れを買いたいんだよなー。まあ、YouTube で検索をしてみたんだけどもなかなかいい動画がないし Web で検索してみたら今度はいろんな記事は出てくるんだけどもなんか広告の匂いがするから信じていいものなのかよくわからない。誰か忖度 なしで大人に似合う名刺入れについてバシッと教えてくれる人っていないのかなと思っている皆さんこんにちはスタイリストのしゅんです今回は動画なんですがお隣に似合う名作名刺入れカードケース5 0というテーマでお届けをしたいなと思っていますまあ、冒頭にもお伝えした通りですね名刺入れ探している男性は多いんじゃないのかなと思いますまあ、結構名刺入れって一度買ったら長く使えますよね人によっては5年とか長い方だと10年ぐらい使う方もいらっしゃるかなと思いますそして結構日常の中ではよく使う 使うものなので僕はそれなりに投資をすべきアイテムだと思ってるんですねただいざですね名刺例を買おうと思って情報調べてもなかなかですね細かく解説するようなものがなかったので今回の動画の中ではしっかりめに大人に似合う名刺例をですね皆さんに5つに厳選してご紹介をしていきたいなと思っています今回の動画は PR ではありませんのでスタイリスト歴15年の僕が現場でですねいろんな名刺例を見てきた中でこれは信頼できるというものをですねしっかりと厳選してお届けできればなと思っていますので まあ、ぜひですね、今後の名刺入れをですね、新調する際には、こちらの動画、参考にしていただければなと思っています。また、今回の動画の中では、5個に絞ってですね、皆さんにお伝えしていますが、それ以外にも、ここの名刺入れいいよとか、ここの名刺入れ愛用しているけども、なかなか良かったよっていうのがありましたら、ぜひ皆さんコメント欄で教えていただければなと思います。僕自身が厳選した5点と、皆さんのおすすめの名刺入れというのが、コメント欄で分かる状態になると、結構有意義なコンテンツになるかなと思うので、よかったら皆さんのですね、お力、 貸してていいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは本編の方に行ってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に大人の男性に似合う名刺入れ、カードケースを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目ですね、最もリーズナブルなものから皆さんにご紹介したいなと思います。こちらですね、無重視良品のイタリア産ヌメガワ名刺入れですね。価格は4990円ということで、レザー製でこの価格というのはかなりですね、買いやすいかなと思います。まあ見ていただくとわかる通りですね、デザイン的にはものすごくミニマルです。特徴が良くも悪くも全くないんですね。まあしっかりと街があって使いやすい サイズ感ででですすし背面にもですねポケットがついているのでここにもですねカードを入れることができますものすごく機能的っていうわけではないんですが必要最低限の使い勝手の良さというところはちゃんと備えてあるのがこちらの名刺ケースになっています何といってもこのカラーですよねライトベージュの柔らかな色合いなんですがこれがですね経年変化していくんですねヌメ革自体は非常に丈夫なので結構複数年にわたって使うことができるんですが最初はこのようなライトベージュだった色合いというのが無印良品のサイトを見 見ていただくとですね7年使用したものも出ているんですが色合いがですねライトブラウンぐらいまで変色してるんですねこれはかなりですね育てがいのあるような名刺入れになってるかなと思います時々ですねメンテナンスをする必要はあるかなと思うんですが、まあ、ブラッシングをしてあげたいだとか保湿クリームを塗ってあげることで、まあ、丁寧に使っていくとですね色の変化というところが楽しめるんですねなので買った当初というのは正直ですねそんなにこう魅力的というよりは割とライトベージュの普通の名刺入れだなという感じなんですが 使いこの過程ですね自分だけのエイジングの名刺例を持つことができるという意味では非常にですね長い目で見て楽しめる名刺入れかなと思いますしかも価格帯は結構リーズナブルなのでこれは大人の男性には結構たまらない名刺例かなと思うのでぜひですね皆さんもチェックしていただければなと思っています はい、続いて2点目のですね、名刺入れなんですが、こちらですね。イルビゾンテのオリジナルレザーカードケースですね。価格は12,650円になっています。まあ、イルビゾンテといえば、イタリアのレザーブランドなんですが、まあ、僕自身も結構お好きで、かつてですね、名刺入れを使っていた時もあります。他にもお財布だとか、レザー系の小物、いろいろなものが展開してあるんですが、割とですね、デザイン自体はミニマルなんですね。牛革の中でもちょっと脂肪感強めで、男っぽいようなものを使っていて、結構経年変化も楽しめる のがイルビゾンテのレザー商品なんですねこちらの名刺入れに関してもすごくシンプルなデザインになっていまして街もしっかりあるのである程度の枚数を入れることができます、まあ、シンプルなデザインながらもイルビゾンテのですねバッファローのロゴですねこれが刻印されているので無印良品の名刺入れに比べると少しですねデザイン的なアクセントも加わってるかなと思いますかといってこううるさい感じもしないしやぼったさっていうところが出ないので個人的にはそのバランスも含めてイルビゾンテは優秀かなと思います、まあ、このような海外ブランドのですね名� 入れって他にも選択肢がたくさんあるんですがもうちょっと高いものが多かったりするんですね、まあ、ホワイトハウスコックスとかもあったりするんですがまあ、2万円近いものが多かったりする中で12,650円というところは比較的買いやすいというところでも魅力を感じるのかなと思いますで、イルビゾンテのですね名刺入れに関しては僕自身持っていましたが結構ですね持ってると柔らかくなるんですねそういった意味では風合いも含めて経年変化も楽しめるかなと思いますまあ、ヌメ川のような色の変化というところは楽しめないんですがより 革の質感が柔らかくなるというところですねこのあたりは楽しんでいただけるかなと思いますカラバリも豊富なので結構悩んでしまうかなと思うんですがシンプルなブラックだとかあとはグレーですかねちょっとこうベージュ混ざったようなグレーなんかもなかなか雰囲気いいかなと思いますあとはダークブラウンなんかを持っていただくとちょっとした経年変化というか色の変化というところも楽しんでいただけるかなと思うのでこのあたりがおすすめになっていますま硬、あ、い仕事の方よりは少しカジュアルな雰囲気のお仕事の方の方が似合いやすいような質 かなぁとは思うんですがこのイルビゾンテの名刺入れもですね非常に使いやすい大定番なので是非チェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目はですね、私物があるので、こちらを用いながら解説をしていきたいなと思います。エンダースキーマのですね、ワンピースカードケースですね、価格は13,200円ということで、先ほどのイルビゾンってよりはちょっとだけ上がりますが、比較的手が出しやすい価格帯かなと思います。まあ、国内のレザーブランドの中で、今一番勢い感じてるのは、やっぱりエンダースキーマかなと思います。まあ、様々な革小物を作っていまして、お財布なんかもありますし、あとはカードケースだとか、 あとはバッグだとか、革靴まで展開してるんですね。あとは結構可愛いのが、こちらのような花瓶と言われるシリーズで、まあビーカーをですね、こうフォールドするようなレザー小物になっていまして、このあたりもですね、なかなかセンスが良くて、エンダースキーマのファンっていうのはですね、センスの良い方には非常に多かったりするんですが、そういったこちらのブランドが展開している名刺入れカードケースも非常にミニマルで魅力的なものに仕上がってるかなと思います。一枚のレザーをですね、折りたたんで作ったような構造になってるんですね。このような形です。 ですねまあ、シンプルな構造ながらもよく考えられてるなと思います、まあ、部分的にですねこういった糸止めなんかは手縫いでしっかりとやっていますのでちょっとしたこうクラフト感みたいなところも楽しめますしレザーの質感はですね結構厚手でハードな感じなんですよねなので男らしさというところも含めて楽しめるのがエンダースキーマの名指令になってるかなと思います割とですね枚数たくさん入りますし結構コインケース的に使うこともできるんじゃないのかなと思いますで結構ハードに使っても傷が入って 言ってもですねそれさえも味に感じるような質感なのでそのあたりも含めてかなりですね経年変化も楽しめるような名刺例になっているかなと思います、まあ、このようなシルバーパーツも含めて結構使い込んでいくとですね傷がついてきて味わい深くなってくるかなと思います一番最初にご紹介した無樹脂良品と近しいような革の質感ではあるかなと思いますねちょっと硬めそれがまたですねガシガシ使えるので嬉しいポイントになってくるかなと思いますこちらもデザイン的にはややカジュアルめではあるのでスーツタイルに合わせるという よりはビジネスカジュアルだとかそのあたりにハマりがいいような名刺入れかなと思いますエンダースキーマのカーコムのってまぁ、あ、ミニマルで使いやすいんだけどもちょっとしたこうエッジが効いている部分もあったりしてそのあたりがセンスのいい方にもですね定評のあるゆえかなとは思ってるんですがこの名刺入れもすごくですねその雰囲気を味わえるようなものに仕上がっているのでまぜ、あ、ひチェックをしていただきたいなと思いますこのボタンの部分だけがですねやや固めなので慣れるまではですねちょっとこうボタンしづらいところもあるかなと思うんですがまあ、使い込んでいくとスムーズに止めやすくなりますので、まあ 皆さんこちらもチェックしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目の名刺入れなんですが、こちらですね。ラルコバレーノの名刺入れになります。価格がちょっと上がりますが、22000円になっています。まあ、これまでご紹介してきた名刺入れというのは、ちょっとこう、カジュアル傾向のものが強かったかなと思うんですね。まあ、ちょっとこう、革の味わいだとか、経年変化も楽しめるというところが魅力ではあったかなと思うんですが、スーツスタイルだとか、ビジネスカジュアルだとか、かなりしっかりとしたスタイルにですね、馴染みやすい名刺入れとしては、こちらのラルコバレーノがまさに最適かな、 と思っています。レザーの質感もすごくいいんですが、こちらで使われているのはゴートレザーヤギ側なんですね。ちょっと独特の質感なんですが、縦に凹凸が走るような質感になってまして、この辺りもですね。見え方すごく上品なんですね。牛革にはないような見え方なので、個人的にはラルコバレーノのですね。革商品すごく好きなんですね。まあ素材自体はフランスの名門タンナーであるアルラン社のレザーを使っているんですね。この辺りの質感も含めて、かなり信頼度の高い名刺入れになっています。で、結構使い勝手も良くてですね。まあ、通常。 カードポケットが2つ付いていて、マチ付きのカードポケットも付いていて、さらには、ラウンドカットのですね、収納部分もあったりするので、すぐに名刺が取り出せるように、1枚分けてそこに入れておくことも可能だったりするので、使い勝手の面でも非常にですね、優れてるのが、こちらの名刺入れかなと思います。カラー展開も豊富なんですが、表面と内側で色が異なるものが多いので、割とですね、外側は真面目なんだけども、内側でちょっとこう遊びを聞かせることもできたりするので、そのあたりも含めて、結構ですね、色気のある名刺 名刺入れだなと思いまぁ、まあ、色気があるというと、ちょっとチャラく感じるかもしれませんが、素材の質感も上品だし、デザイン的にも優れてるので、チャラチャラした感じではなくて、小粋なちょっとした遊びの効いた上品な名刺入れという感じなので、これはですね、大人の男性にはまさにぴったりの名刺入れかなと思っています。値段は22000円と決して安くはないんですが、一度買ったら長く使うのが名刺入れなので、まあ、これぐらいまではですね、奮発しても僕は結構いいんじゃないのかなと思っています。個人的には今回ご紹介する、ダークブラウンとネイビー のコンビですねこれがすごく仕上がりがいいかなと思うので是非皆さんですねチェックしていただければなと思っています。 はい、ついてラスト5点目はですね、私物を持ってきました、メゾンマルジェラのレザーカードホルダーですね。価格はですね、ちょっと上がって45,100円になっています。僕もですね、だいぶ奮発をして昨日購入したばかりのですね、名刺例になってるんですね。まあ最近ですね、僕はめんどくさがり屋なので、名刺例を持つことがなかったんですね。ついつい忘れてしまったりだとか、まあフリーでやってるんだから名刺持たなくていいかなという気分になっていたんですが、まあ改めてですね、いい音 ななんだから名刺ぐらい持ち歩かないといけないということで、そのモチベーションになるようなですね、しっかりとしたものを買い揃えたいなということで、今回はですね、このメゾンマルジェラの名刺入れを購入しました。まあ、デザインとかフォルムに関しては割とこう普通ですよね。まあ、グレインレザーを使っていて、表面の脂肪感だとか凹凸感というところはですね、結構楽しめるかなと思うんですが、まあ、それ以外は割と普通です。まあ、横もマチはしっかりとありまして、開けるとですね、枚数はかなり多めにですね、名刺入れていただける。 かなと思いますこれぐらい入れても全く問題がないぐらいですね収納量はあるんですが、まあ、それ以外はすごくシンプルですね内側にメゾンマルジェラのロゴが入っていますが、まあ、それ以外は割と普通ですねあとは何と言ってもこのですねブランドを象徴する4点の糸止めですねこのあたりがですね一つのデザインのアクセントになっているというぐらいなんですがやはり名刺入れだとかあとはお財布だとか革小物ぐらいはせめてですねブランド物を楽しむというのも気分が上がるので僕は好きなんですね メゾンマルジェラのレザーのライダースだとか服を買うのはなかなかしんどくて難しいですよね学生時代はレザーのライダースももうちょっと値段安かったと思ったんですが今はですねもう50万円近くなっているのでマルジェラの服を買うことはもうほとんど難しいなという状況なんですがまあせめて革小物ぐらいであれば一度買ったら長く使えるかなと思うんですね一生ものとは言わないんですがま少なくとも僕はこれ10年は使いたいなと思ってるんですねそれを考えると名刺交換の場面でも、まあ 恥ずかしくはないような一つのブランドなのでそういった点も含めてマルジェラの名刺入れはお勧めができるかなと思います他にもですねラグジュアリーブランドたくさんありますルイヴィトンだとかグッチだとかバレンシアガだとかプラダだとかまあ、様々なものがありますまあ、そういったものもいいんですが僕はこうマルジェラのですね割とこうミニマルなデザインですねこの糸止めさえなければ本当に普通のデザインというところが結構好きなんですね主張がないように見えてこの4点の糸止めが結構ですねオーラを放っているところもあるの のでこの雰囲気は他のブランドにはまたなくてですね個人的にも非常に気に入ってるんですねグッチとかルイヴィトンみたいなロゴがいっぱい並んでるのもそれはそれで素敵かなと思うんですが個人的にはこのプレーンな見た目が結構気に入っていて長く使うことができるのかなと思います僕はこちらのマルジェラのですね同じ素材のお財布も使ってるんですが結構傷になりづらいんですよねハードに使ってるんですが傷が入っても分かりづらいというところがこのですねレザーの質感の特徴でもあるのでそういった点で見ても一度買ったら長く使えるようなものかなと思うので 一つの選択肢としてこういったものもあるよというところは頭の片隅に置いていただくといいんじゃないのかなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、お隣にうう名刺入れカーーードケース5000といいテーマでお届けをさせてたただきました僕もですね、5年間動画を撮り続ける中で、名刺入れに特化したものっていうのは、今回初めて撮ったんですね。意外と YouTube 界にもこういった動画が少ないので、皆さんの参考に少しでもなったら嬉しいなと思っています。無印良品からマルジェラまで価格帯がですね、かなり広いんですが、個人的に一押ししたいのは、ラルコバレーノかなと思います。まあ2万円 ぐらいの価格帯で頑張れば何とか買えてかなり上品な見た目ですし素材の質感だとか外側と内側の色合いが違うところだとかカラーバリエーションの豊富さだとかそのあたりも含めてかなりですねラルコバレーノがイチオシに近いかなと思いますただもうちょっとクラフト感があるものだとか経年変化を楽しみたいだとか予算を抑えたいだとか人によって結構目的が様々かなと思うので今回ご紹介した5点というのは、まあ、ちょうどいいバランスに配分できてるかなと思っていますまた皆さんの方でもおすすめ の名刺入れれカーードケースがあっったたらコメント欄で教えてていいだければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっていまして、皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、 ワイバイ楽しくやっていますので気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに